2024年の異常気象、この現象は中国だけじゃないんです。BYD が狙っているメキシコでも雹による甚大な被害が出たんです。今急激に増え始めている BYD 社、異常気象による EV 被害が増えないことを願っています。先日こちらで中国で起きた5月の雹被害、甚大な被害となった雹嵐を紹介しましたが、2024年5月、メキシコを突如襲った雹嵐が発生。それは、まるで冬の嵐が夏に訪れたかのような、信じられない光景となり、この災害は、メキシコ各地に甚大な被害をもたらし、交通網の麻痺、家屋や車両の被害、道路の氷河化、街機能の喪失、山津波、物流の完全停止、経済損失など、多くの問題を引き起こしたんです。まず簡単にメキシコの概要に触れておくと、首都メキシコシティ、人口1億2890万規模の国家となっており、人口規模世界第10位の国家となっています。つまり規模感で言えば、日本とほぼ同様な国家となっているんです。メキシコの特徴は高度2240メートルの都市であり、若干空気が薄い国家として知られているんです。そして平均気温は約 16.5 度となっており、朝晩の気温差が激しいものの、日中の平均した最高気温はどの月も20度を超えているそんな気候の国家となっているんです。そして、ロイターの報道によると、雹嵐は、メキシコ中部の都市を襲い、強風と激しい降雪によって、道路は瞬く間に氷結し、多くの車両が立ち往生しました。また、鉄道や航空機も運休となり、交通網は完全に麻痺状態に陥ったんです。中国と同様に、一夜にて、街が雹で埋め尽くされたんで、街は大混乱に陥ったんです。そして街を襲った雹は、野球ボールほどの大きさになり、家屋の屋根や窓ガラスを破壊、また、車両も雹の直撃を受け、多くの車が破損、日本であると車両保険などに加入していると、雹被害は保険でカバーされることもあるんですが、中国や今回のメキシコではそもそも車両保険に加入していないユーザーも多く、そのため、保険が下りないケースも急増しているんです。そして最も気がかりなのが、今回の雹被害では道路が雹で埋め尽くされ、氷河と化し、多くの車両が水没したことなんです。おそらく今急速に増え始めている EV、特に BYD 車も多く被害が出ていることと思うんで、その車両が今後各地で爆発を繰り返さないか、水没車の時限爆弾化を今危惧しています。そして、雹嵐の後は、道路が氷が溶かす惨状に、気温が低く、雪が溶けないため、数日間にわたって道路は完全閉鎖されたんです。また、道路は雹被害によって完全封鎖されているんで、雹嵐によって街の機能は完全に喪失し、電力や通信が遮断され、商店や学校も閉鎖されました。そして雹嵐が来ると、山津波もリンクして二次災害も多数発生。雹嵐によって、山間部では山津波が発生し、山々に積もった雪が溶け出し、大量の土砂が流れ出したんです。山津波は、家屋や道路を破壊し、多くの犠牲者を出すこととなりました。雹嵐によって、物流は完全に停止に陥り、道路が閉鎖され、鉄道や航空機も運休となったため、商品や物資の運搬が不可能に。今回の雹嵐によって、メキシコ経済は大きな打撃を受けた結果となったんです。インフラの被害、物流の停止、観光客の減少などによって、数千億円の経済損失が発生したと推定されている状況なんです。各地の被害状況、グアダラハラ。メキシコ第2の都市であるグアダラハラは、雹嵐によって最も大きな被害を受けた都市の一つです。市内中心部は氷河と化し、多くの家屋や車両が被害を受けました。また、山津波も発生し、多くの犠牲者が出ました。モレリア、歴史的な街並みで知られるモレリアも、雹嵐による被害を受けました。旧市街は氷結し、観光客は足止めされました。また、多くの家屋や文化財が被害を受けました。プエブラは、メキシコ中部の高原地帯にある都市です。雹嵐によって、プエブラの街は雪に覆われました。道路は閉鎖され、多くの市民が孤立状態に陥りました。メキシコシティは、雹嵐の直撃は受けませんでしたが、周辺地域の被害の影響を受けました。交通網の麻痺によって、多くの市民が帰宅できなくなり、物資不足も発生しました。メキシコ政府は、雹嵐の被害を受け、被災者への支援を行いました。救助隊が出動し、道路の除雪や被災者への救援活動が行われました。また、被災者向けの支援金も支給されました。今回のひょう嵐の被害を受け、国際社会からも支援が寄せられており、多くの国から救援物資が送られ、被災者への支援活動が行われている状況なんです。ここで一旦小休止。ここまでの動画が良かったと感じた方、興味を持った方は、グッドボタンを忘れずに、あなたのそのグッドボタンがこの動画の拡散につながります。忘れずに、BYD、先進国ではボロが露呈し、次は新興国狙い。でも中国製の危険性は、グローバルでも周知の事実なんです。BYD お疲れ様でした。チロチロチャンネルへようこそ。このチャンネルでは普段は車系特に戦車系動画を多く配信しています。また最近では今回のような車系時事ネタに関しても扱っているんで、早めにチャンネル登録もお願いします。では行きましょう。18日ロイターは、メキシコ連邦政府は米国から圧力がかかる中で、中国の自動車メーカー各社と距離を置いていると報じ、メキシコは中国勢による電気自動車 EV の現地生産に関して、公有地の低コストでの提供や減税といった優遇措置の適用を拒否していると報じたんです。関係するメキシコ当局者3人がこのほど匿名を条件に明らかにしたんです。メキシコ高官と中国自動車メーカーとの直近の会合は1月に開かれ、高官は EV 世界最大手 BYD の幹部に対し、過去に自動車メーカーを対象に実施した優遇策を適用しないと明言。今後は中国メーカーとの会合を休止するとも述べたと報道したんです。現在中国メーカー約20社がメキシコで自動車を販売しているが、現地生産は行っておらず、同当局者は政府の対応について、米政府、特に米通商代表部 USTR による圧力が原因と指摘。米国やメキシコが結んでいる貿易協定米国、メキシコカナダ協定 USMCA の域内から、中国自動車メーカーを排除し続けたい考えがあるようだと報じているんです。USTR 当局者はロイターの問い合わせに対し、圧力についてコメントしなかったものの、USMCA は我々の市場に関税を支払わずにアクセスしようとする。中国などに裏口を提供するための仕組みではないと強調しており、中国 EV を優遇しない姿勢を貫いているんです。つまり、中国排除とも取れる動きを見せてきているんです。中国の自動車メーカーが高い関税現在 27.5% を支払わずに、米国で安価な EV を販売するためにメキシコを利用しようとしているとの懸念が、米国の自動車業界、労組、政界で強まっていることが、米政府介入の背景にも透けて見えるんです。中国メーカーはメキシコに工場を作った上で、主要部材の 75% 以上を USMCA 域内で調達するなどの原産地規則を満たせば、米国の関税が免除される模様。これに対し、ネットでは、これは独裁国家と民主主義国家の戦いだ。メキシコの判断は正しい、良いことだと思う。中国政府からジャブジャブ補助金投入されて、同じ土俵で勝負はできない。市場開放自由貿易、グローバル化とかちゃんちゃらおかしいな。自国の得意分野を都合よく押し付けているだけで自由な競争なんてする気は全くない。イスラエルの件もそうだけど最近西側のお題目ぶっ壊れまくってる。などの声が聞こえていました。また、各新興国市場を狙う BYD は、中国の EV 産業がベトナムに攻勢をかけてきているんです。中国の EV メーカーである BYD はベトナムで5月から2モデルを発売すると発表。アイオンも6月から EV を2モデル発売予定。すでにシャンチートンヨンウーリン記者 SGMW はベトナムでの販売を行っており、ベトナム市場に参入する中国の EV 企業は急激に増加を見せているんです。しかも販売ばかりではないんです。中国気づい記者、チェリーはベトナムのゲレシムコグループと EV を生産する合弁会社を設立すると発表しており、気づい記者の出資金額は8億ドル、工場は中国から近い北部海岸沿いのタイビン省に作る予定。BYD も昨年2023年ベトナムでの EV の生産を開始すると発表しており、中国の EV 各社はベトナムでの販売や生産に力を注いでおり、本格的にベトナム、アジア圏を狙ってきているんです。その進出はベトナムでの EV 販売とともに、米国やヨーロッパが中国製の EV に関税をかけた場合に、ベトナムから米国やヨーロッパに輸出することを考えたものであるとされており、中国自身がチャイナプラスワンを実践している模様。ベトナムは中国の EV 産業がベトナムに参入することを認めているが、米国やヨーロッパが本気で中国製 EV の規制に走った場合、その巻き添えを食らう可能性も当然出てくるんです。中国の言うままに投資を受け入れていると、将来の新たな火種になりかねない危険性もはらんでいるんです。そして、ベトナムではすでにベトナム企業であるビングループ傘下のビンファストが EV を生産しており、ビングループはタクシー会社を設立したが、現在、そこで使用されているすべての車はビンファストの EV なんです。ただハノイやホーチミン市でビングループのタクシー以外、EV を見かけることはほとんどなく、ベトナムで EV が普及し始めたとは言えない状況にもあるんです。当然ですが街に充電スタンドなどほとんどありません。そのような状況下で中国製の EV が売れるとはとても思えず、ビンファストの EV の販売も苦戦している状況なんです。付け加えるなら、ベトナム人は日本人以上に中国を嫌っている歴史背景もあり、中国製の車を喜んで買うベトナム人など、まず、いないと言っても過言ではないんです。現在ベトナムと中国は蜜月状態にあるんですが、その最大の理由はグエン・フーチョン書記長が親中派であるためとされているんです。ただ書記長の胸の内は当然わからず、政権基盤の弱い書記長は中国の支援によって政権を維持しており、その見返りとして親中派を表明しているに過ぎないとの見方もあり、両国の間には南シナ海の領有権での対立があり、その関係は決して良好ではないんです。このような背景があるために、中国の EV 産業がベトナムに進出しても、短期間で成功する確率は低く、ゼロと言っても良い状況になっているんです。もしかすると、遠い将来を見据えての投資なのかもしれません。中国の EV 産業は、ベトナムでの遠い将来を考えて投資する余裕などほとんどなく、EV が売れるようになってから進出すれば良いだけとも思えてくるんです。何も今進出する必然性が全く見えないんです。個人的には EV の押し売り、EV ステーションも、ろくにない国に EV を売りつけて、あとは知らない、そんなことにだけはなってほしくないんです。中国の EV 産業は同国の不動産業界と同じような体質を持っており、国家の方針に従って事業を展開しているに過ぎず、経営者は市場ではなく政府を常に見ているんです。現在中国の不動産業はバブルが崩壊して困難な状況に陥っているんですが、その原因は政府が作り出したと言っても過言ではなく、中国の不動産バブルの崩壊は日本と比較されることも多いのですが、根本において両者は異なっているんです。日本の不動産開発は市場原理に基づいて行われたが、中国では政府の計画に基づいて行われた背景があり、政府が都市化政策を強引に推し進めて、地方役人はそれに従っただけであったんです。中国共産党は農地収用に伴う利益を農民に渡さずに地方政府が独占する制度を維持し続けており、このインセンティブが大きかったために、地方政府は不動産開発に邁進したんです。地方政府もデベロッパーも北京政府の手のひらの上で踊っていたに過ぎないんです。市場が赤信号を灯していたにもかかわらず地方政府は強引に土地開発を行い、中国の不動産バブルはすでに北京オリンピックが行われた2008年頃には大きく膨らんでいたというんですが、それでも目先の欲に駆られて突き進んでしまったのが末路。地方政府もデベロッパーも最後は北京政府が何とかしてくれると思っていたんですがその結果が現在の中国なんです。EV 産業のベトナム進出は中国の不動産開発に重なり、現在 EV は政府が強く推進する産業であり、補助金が豊富に投入されている状況、その普及が容易になるように法律の整備も進んでおり、習近平政権は EV によって世界の自動車産業を制覇しようとしている状況なんです。中国の EV 産業の経営者はその方針に従っているだけであり、確たる確信があって事業に取り組んでいるわけでもないんです。中国で過剰生産になっている EV 産業のはけ口をベトナムに求めているとも見え、このところ習近平政権はベトナムに甘い顔を見せているに過ぎないんです。いろいろな場面で友好を演出しているんですが、その甘い顔には EV 産業のはけ口としてベトナムを狙っているだけ、ただ、それだけとも見えるんです。中国の外交戦略はいつも単純であり、その真意が見え見えであると言わざるを得ないんです。中国の失敗の本質は、振興すべき産業を政府が勝手に決めることにあり、産業政策は政府の思い込みに基づいており、市場を完全に無視しているんです。政府主導の経済運営は一見効率的に見えるんですが、長期的に見ると不効率なものを大量に生産してしまう結果ともなり、中国の住宅や新幹線網はその代表なんです。ベトナムに進出した中国の EV 企業が成功するとは思えず、それほどの時間を経ることなくベトナムから撤退することになると予測しておきます。世界中で EV バブル崩壊の兆候が見え始め、歴史的に犬猿の仲であるベトナムにまで進出したことを考えれば、中国の EV バブルは崩壊寸前にあると言わざるを得ないんです。これに対しネットでは、車とは車輪が4個あって走れば車とは言わない。当然耐久性や信頼性が求められる。発火爆発するとか、ハンドルが取れる、すぐに故障するが、治るのに時間かかるとか、買ってすぐに壊れてもメーカー保証がないとかは問題ない。長年日本の車に慣れたベトナム人がただ安くて買ってしまわないか心配です。買う前にネットで口コミサイトや YouTube で問題点を調べて購入を検討してほしいですね。売り場のない道楽会、やり場のない供給源、市場調査からの需要を受けての開発ではなく、一部の人間の利益のために規制とエゴと補助金で生まれた悲劇の産物。誰も欲しがらないのに売ってこい買ってくださいは筋が通らん。燃焼機関車はないと困る。燃焼機関車は生活の根底を支えている。走れなくなったら食パン一つすら手に入らない。一方で EV がなくても困らない。そんなものは誰も望んでいない。先日中国 EV は値下げをして赤字で販売しているという動画を見た。中国が市場独占するのための戦略で、赤字分は政府の補助金で補っているとのこと。真偽はともかく、この先 EV が失速すれば不動産問題と同じことになりそうだ。お隣のタイでは国を挙げて中華 EV を推しています。補助金も出し EV ブーム到来か？ EU とは真逆になり東南アジアにトレンドを移そうとしている。残念ながら中国に敵対する国も多いのが、この地域、最後のもがきに過ぎない。などの声が聞こえていました。このように各国が立場は違えど、EV を中心に様々な駆け引きを見せてきているんですが、なぜ EV を盾に駆け引きをしているのか、皆さんはご存知でしょうか？その理由はガソリン車と違い、EV は動くデバイスだからなんです。そしてこの動き、EV 排除、言うなれば中国 EV 排除の動きは今年の11月にさらに大きく加速するんです。もしトラで、世界が一変する可能性が高くなってきているんです。米国がここに来て中国、言うなれば共産主義国家に対して警戒をさらに強めてきているんです。皆さんは2023年に米国で開催されていたハッカーの世界大会において、上位トップ10のうち、北朝鮮と中国が多くを占めていたこの現実をご存知でしょうか？要するにネット上では常に情報の取り合いが頻発しており、サイバー攻撃が日常的にもうすでに何年も前から行われており、それが次は EV でも行われる危険性が急激に高まっているんです。簡単に言ってしまえば EV は動くデバイスなんで、遠隔操作やハッキングも容易にできるんで。だから世界が EV、言うなれば中国製に対し脅威を感じ始めてきているんです。2024年は激動の年になることは間違いありません。それは日本も同様なんです。皆さんは今、米国で急激に中国製 EV の米国内走行禁止、そんな議論が強まっているこの現実をご存知でしょうか？もし、アメリカがこの動きを強めれば、世界が一変するそんなことが近く起きるかもしれないんです。まさに中国終了なんです。今、欧州を中心に、もしトランプが当選すれば、への備えが盛んに議論されているんです。もしトラとは、トランプ前大統領が再び米国大統領となることを言い、共和党の候補者選びでは、山場と目されていた3月5日のスーパーチューズデーでトランプ前大統領が圧勝、6日には指名争いをしていたニッキー・ヘイリー氏が撤退を表明し、2024年11月に実施される米国大統領選挙は、バイデン大統領とトランプ元大統領の一騎打ちとなることがほぼ確実となり、もしトラがマジトラとなる現実味が今帯びてきているんです。マジトラになれば4回目の北朝鮮の電撃訪朝もありえ、何が起きてもおかしくないんです。トランプ元大統領は、政策を公約州アジェンダ47として自身のウェブサイトでその内容を公開しており、誰でも閲覧でき、そのアジェンダ47では、米国第一、伝統的な米国の保守主義の復活という。核に基づき、経済、産業政策、外交政策、行政改革などそれぞれの分野において、トランプ元大統領らしさ全開の政策を掲げているんです。このフレーズを聞くといつも緑の東京ファーストを思い出すのは私だけでしょうか？そもそも保守主義とは、伝統や既存の価値観、制度を重視し、それらを維持、強化しようとする考えを指し、もちろん中には、左翼的な思想や先進国で広まりつつあるジェンダーイデオロギーを排除し、愛国的な価値観を持つ教師による親米教育を進めることや、中には、33,000人のホームレスの退役軍人に、施設と治療を提供するといった振り切った政策も見受けられるんです。トランプ元大統領といえば、電気自動車 EV の天敵と言っても過言ではない、言わずと知れた EV 廃止論者であり、トランプ元大統領は CO2 による気候温暖化を信じておらず、単に寒冷化と温暖化を繰り返す地球の大きなサイクルによるものとしていると主張を繰り返し、前政権では化石燃料重視の政策を追求するだけでなく、地球温暖化対策の国際的な枠組みであるパリ協定を離脱したほどの EV 廃止論者なんです。もちろん、2019年11月にパリ協定を離脱したものの、バイデン大統領となってから2021年2月に即座に復帰を見せており、これがマジトラで今後どうなるのか、また離脱するのかも注目となっており、またアジェンダ47ではバイデン大統領との違いを鮮明にする意味も含まれていると思われるが、さらに EV への攻撃が増しており、EV の購入に際し、税金を優遇するインフレ対策法を米国人に高価な EV を強制的に買わせようとする残忍な方法だと糾弾しているんです。また、自動車労働者に向けては、EV 化は10万人以上の自動車製造に関する雇用が消滅するだけで、中国製の EV が溢れるだけだと強く警告しているんです。ここまでのトランプの主張を聞くと、確かに表現が過激な部分も見られますが、内容自体は利を得ているし、トヨタの全方位戦略とも被る内容もあり、至極当然の内容とも見れるんです。仮に、もしトラがマジトラになれば、EV を優遇する政策が大きく後退するのは間違いなく、化石燃料重視の政策と相まって、ハイブリッド車、ガソリン車、ディーゼル車のラインナップの多い自動車メーカーが優位になるのではないか、という予測しているアナリストも多く存在しているんです。トランプ元大統領の中国への姿勢は変わっていないどころかますます激しくなっており、アジェンダ47では、中国によるインフラと重要な産業の所有の阻止や、中国によるスパイ活動の阻止を大きな項目として声高に挙げており、中国は米国の技術を買収し、食料品を買い占め、また農地を買い占め、さらには鉱物と天然資源を買い占めていると主張しているんです。中国の影響力の排除に向けて、関税など貿易面で不利な条件を与えないとする最恵国待遇の撤廃、医薬品をはじめ、電子機器、鉄鋼といった品目の中国からの輸入停止のほか、現在所有している安全保障に関わる会社の株式を売却するように圧力をかけると主張しているんです。ここで一旦小休止。ここまでの動画が良かったと感じた方、興味を持った方は、グッドボタンを忘れずに、あなたのそのグッドボタンがこの動画の拡散につながります。忘れずに、ただ EV に関しては、現状米国内において中国製 EV はほとんど販売されておらず、世界的な自動車メーカーとなった BYD ですら、実は米国で乗用車を販売していないくらいなんです。というのも、トランプ元大統領の政権時に、中国製自動車に 25% の関税をかけ、それがバイデン大統領になっても維持されていることが最大の理由なんです。さらには、インフレ対策法の EV の購入する際の優遇措置の対象から、中国製 EV が除外されている。この点が一番の米中の争いの火種となっているんです。ここまで高い壁を設けていても、中国製の EV が溢れるだけだと。トランプ元大統領が主張するのは、中国製 EV に脅威を感じているからであり。もしかすると、テスラでさえも BYD にはかなわないと考えているからなのかもしれません。中国製 EV は、現状でも米国市場へのアクセスは厳しいものの、マジトラで絶望的、消えていることになるかもしれないんです。アジェンダ47の中国によるスパイ活動の阻止も、場合によっては中国製 EV に不利に働く可能性も高く、そもそも中国排除のためだとも捉えることもできますが、最近になって、中国製 EV による情報収集の懸念が急速に議論され始めているんです。個人的には米国産、それ対応もう手遅れですよと言いたいくらいなんですが、ここに来て、コネクテッド機能による情報収集だけでなく、遠隔操作による交通混乱の誘発も危惧し始めているんです。バイデン大統領は、大統領選を控えた政治的な計算込みだろうが、実際に2月下旬に安全保障を理由に調査開始を発表しており、トランプ前大統領は、前政権時に安全保障上の理由でファーウェイといった懸念企業の製品を締め出したいきさつもあり、マジトラになると、調査といった生ぬるい対応ではなく、安全保障を口実にして、中国製 EV の米国内走行禁止という、強硬な措置に踏み切る可能性も浮上しており、現実性も高くなってきているんです。もし虎がマジ虎となった暁には、世の中から EV が消滅、なくなること自体はないかもしれないが、中国製に限らず、米国製、他国製問わず、EV は米国という大きな市場を失うのもほぼ確実になってきたんです。そうなると、EV は販売的にも技術的にも停滞期に入るのか、それとも行き場を失った EV が欧州をはじめ、南米やインドなど米国以外の国や地域で進化を遂げて爆発的に普及するのか、二者択一になるそんな未来が近く11月に来るかもしれないんです。そして中国はまた新たな動きを模索してきているんです。18日ロイターは、米半導体大手 NVIDIA は年次開発者会議で、中国電気自動車 EV 大手の BYD との提携拡大を発表し、BYD は NVIDIA の車載向け中核半導体ドライブ層を採用し、より高度な自律走行やデジタル機能を実現させる模様。中国の自動車メーカーはブランド力を補うために最先端技術の採用を進めており、NVIDIA の半導体を狙い始めているんです。NVIDIA が中国 BYD と手を組めば、自律型の自動運転にも近づく可能性は秘めていますが、この動画でも紹介したように、中華製の無人 AI ロボは、私には決して許容できるもんではなく、いくら NVIDIA が協力しても中華製は中華製。人身事故が多発し、地獄絵図になることしか私には想像ができません。中華製の自律型無人運転、つまり中華製の無人 EV となると、そこら中で突如燃え上がる、言うなれば、無人の爆発物にもなり得。危険極まりなく、決して日本には上陸はしないでほしいんです。決して忘れてほしくないんですが、中華製はどこまで行っても中華製でありそれ以上のものにはならないんです。つまり中国の新たな動きには今後も注視が必要なんです。最後に少し告知なんですが、チャンネル登録者数8万人を記念として、この度メンバーシップを始めました。基本的には、このチャンネルを今後も応援していただける。月に一杯のスタバのシェケラートフレットをおごってやろうそんな方を募集しています。今後もメンバーシップとともによろしくお願いします。本日の動画は以上です。今回の動画に関して意見や感想は気軽にコメントでお待ちしています。またチャンネル登録、グッドボタン、あとついでにベルマークの通知ボタンもお願いします。それが何より今後のモチベーションにつながります。ではまた。